こんにちは、ぴょんです。北陸新幹線の始発、石川県の金沢駅から終点の東京駅まで新幹線の最高級座席グランクラスに乗車しました。さて、早速中をご案内いたします。料金は最後に発表いたしますので、いくらか予想しながらご覧くださいませ。大きな荷物は廊下の途中で置けるところがあります。今回乗車した列車は北陸新幹線の白鷹564号、 E7 系の車両です。普通車では通路を挟んで3名掛けと2名掛けのシートの配列で横に5名が並び、着席している人数だけでも1車両あたり合計で98名になる車両もあります。グリーン車でも63名まで乗ることができますが、グランクラスは通路を挟んで横に2名掛け、1名掛けの並びで、1つの車両に最大18名までしか乗ることができません。どれだけゆったりと贅沢な作りになっているかお分かりいただけると思います。座席の上の荷物入れは飛行機のそれのように蓋がしっかりと閉まる形になっています。座席に腰掛けると目の前には雑誌と何やら赤色の袋があります。結んである紐がシールで留まっていることから未開封であることがうかがえます。車内で快適に過ごせるようにとスリッパの用意がされていました。ホテルにある厚手のバスタオルのようなふわふわのパイル地です。サイズはフリーサイズでお持ち帰り可能となっています。足元のスペースもとても広いですね。早速パンプスからスリッパへ履き替えました。雑誌は2冊、 JR 西日本の月刊誌西ナビの北陸版と JR 東日本が発行する新幹線車内サービス誌トランベールが置いてあります。それともう1枚座席の操作法などが書かれたご案内が入っていて、どこに何の機能がついているのか非常に分かりやすかったです。細かく解説していきます。窓の横にあるフックにはコートなどをかけられます。1席ずつカクテルトレイといわれる折りたたみ式のドリンク用テーブルがあります。またアームレストの下にはお食事を食べる時用の机が収納されています。このままの状態でも使えますし、広げれば大きく使うことができます。テーブルが収納されている方と客側のアームレストの下には小物入れスペースがあり、その中にドリンクメニューが入っています。冷たいもの、温かいもの、ソフトドリンクからアルコールまでいろいろとあり、すべて飲み放題です。乗車するとすぐグランクラス担当のアテンダントの方がご挨拶に来てくださり、軽食、おつまみ、お茶菓子を用意しても大丈夫かということと飲みたいドリンクを確認してくださいます。グランクラスはフランス語で大きなという意味を表すグランと英語のクラスを組み合わせた造語で、JR 東日本の登録商標となっています。ワインメニューは東京ステーションホテルのシェフソムリエの方の監修です。山形県高畑ワイナリーのスパークリングワインをお願いしました。シャルドネ 100% のブランドブランです。お弁当は東京の有名な日本料理店わけとく山さんの料理長の方が監修されています。お弁当の内容は北陸新幹線か東北新幹線かによっても違いますし、東京行きか金沢行きかによっても違います。ちなみに食べ物もすべて無料です。今回乗車した北陸新幹線の東京行きはこのような内容でした。右側はちらし寿司、色とりどりの食材が入っています。左側は卵焼き、たけのこの煮物、炊いたニシン、ニシンの昆布巻き、牛肉とたけのこのしぐれ煮、切り干し大根サラダといくら、お豆のごまあえです。お茶菓子はダイナコン小豆と北海道産きな粉のパウンドケーキです。高架列車トランスイート四季島の料理監修とホテルメトロポリタンエドモンドの料理長を兼任されている方が監修されています。
沿線の食材を取り入れたメニューで、季節により内容が変わるそうです。ノンアルコールの飲み物も充実しています。こちらはベルギーのノンアルコールスパークリングワインです。本物に近い味わい。おつまみは新潟の有名なメーカー亀田製菓さんの七色めぐりです。その名の通り7種類のおかきとナッツが入っています。グランクラスの車両にお化粧室があります。グランクラスのあるこの12号車はとにかくゆとりのある作りです。男性と女性で分かれているのが素晴らしいです。グランクラスの乗車率は 50% ほどと発表されており、乗客が少ないのでお化粧室が圧倒的に綺麗です。石鹸は泡で出てくるタイプ。実際今回はグランクラス18席中全区間で5名しかいませんでした。車両内はとても静かで、アテンダントの方のサービスも手厚く、少人数でゆったり広々過ごせる空間がとても贅沢で幸せでした。車窓からは立山や剣岳、槍ヶ岳など北アルプスの名峰が望めます。景色を楽しむもよし、直射日光が眩しくなってきたらブラインドを下ろすこともできます。手元にあるリモコンで座席周りの操作ができます。リクライニングは45度まで倒せます。バックシェルタイプといって、座席を倒しても後ろのお席に影響を与えません。読書灯はトンネルの中で重宝します。絶妙な位置にパーテーションがあるので、開放感を損なわずプライベートスペースを確保できます。リモコンのあるアームレストの先端にはコンセントも備わっているのでとても便利です。グリーン車よりもさらに柔らかい専用のヘッドレストピローは自由に高さを調節することができます。人間工学に基づいた設計で、この本革のシートは様々な体格差でも体全体をバランスよくサポートしてくれます。アテンダントの方にお願いするとブランケットをお借りできます。その他お持ち帰り可能なもので、アイマスクと靴べらもご用意があります。ハーブティーはカモミールティーです。約3時間の乗車中、3度お飲み物をいただきましたが、毎回心よくサービスしてくださりとても嬉しかったです。あと滑り止めのしっかりしたコースターが優れものでした。 Ladies and gentlemen, we will soon be arriving at the Tokyo Terminal. お荷物もう一度お確かめください。3時間あるとグランクラスを存分に味わえて満足でした。終点の東京駅に到着です。それでは料金発表に参ります。北陸新幹線のグランクラス、金沢から東京までの片道で大人1名の乗車券と特別車両料金の合計はおいくらでしょうか。正解は 27,480 円でした。ちなみに他のクラスも含めた料金の一覧はこちらです。グランクラスはお食事もついていますし、ドリンクも飲み放題で、これだけゆっくり過ごせたら嬉しいなと思いました。最後までご覧いただきましてありがとうございました。